皆さんね、清水武史という男ご存知ですか？皆さんこんにちは、画家の高橋です。清水武史ですよ。まあ有名人なんでね、結構たくさんの方がご存知だと思うんですけど、RC マニアックスというサイトをね、運営するあの男ですよね。大阪のね、RC マニアックスといえば、もうね、1990年代の終わり頃ですね、まだインターネットが普及し始めたというか、そうですね、またおっさんの話題になるんですけど、回線がね、インターネットの回線がアナログ回線とか、早くても ISDN っていうね、まだ ADSL もない時代、の時代ですよ。ちょっとまあいかがわしいというか、大人のね、大人向けの画像をね、落とすのでもビッビッって1枚の画像を落とすのに5分ぐらいかかったそういう時代、そんな時代からね、もう超この RC 化サイトのパイオニアの、RC マニアックスね、もう昔よく言いましたよ、私も、もう3度の飯より RC マニアックスみたいなねその男を運営するね、その男が運営するね、RC マニアックスという、清水武史というね、私のねすごい尊敬する方なんですけど、その方ね、その人物像は知らない方のために簡単にね概要をご説明すると、まあ熱い男なんですよ。熱くて、楽しい時にはもう笑って、嬉しい時には泣いて、悲しい時には落ち込んでというね、ものすごい分かりやすいね方で、ただ本当に、芯のしっかりしたね熱い男です。で、ただね、本当に、大人の風貌と、知識を得た少年を具現化したようなね、そういう清水武史という男がですね、先日 Facebook でね、Facebook で清水さんとね、とか RC マニアックスとお友達の方はねご覧になったかと思うんですが、やってない方のためにですね、この先日ふとね、この清水武史、という男がね投稿した、文面がありまして、非常にね、いいことを言っていますんでね、ちょっとご覧になれない方のためにね、私もこの動画を通してちょっと、解説といいますかね、思いを交えながら、私の思いも交えながら、お話ししたいなと思ってますね。時たまこういうことをやるんですよ、この男ね。ふと思い立って書くんでしょうね。でもね、すごい気持ちわかります。じゃあちょっと読んでいきますね。現在のラジコンカー業界の最大の問題は流通の問題ではなく、プレイヤーが減っていることですという文面から始まりますね。これはね、いろいろね、この今ね、この業界の景気が悪くなってきたり、お金回りが悪くなってきたということに関してね、いろいろ思いとかね、あの時はこうだった、昔はこうだった、ね、今こうだからダメだとかね、いうことではないってことを言いたいんですね。結局インターネットのね、通販とかの普及によるものではなくて、単純にプレイヤーが減っていると、なるほど、すごく分かりやすいですね。続きます。流通の問題は10年前の状態にはもう絶対に戻りません。もう全くそうだと思います。メーカーや問屋、販売店もさらなる意識の改革が必要になってくると思います。これはもう一般ユーザーではなくてね、業界の方に言ってるわけですね。ごもっともですね。購入される側の皆さん、今度はユーザーさんにね、語ってますね。できるだけ日本国内のラジコン屋さんでご購入いただければ助かりますと言ってね、お願いしてるんですね。助かりますと言ってます。アマゾンや海外通販で買っても
日本のラジコン業界に利益は還元されませんということですね。まあお願いなんでね、純粋ピュアなお願いなんで、これでもね、私もね、まあ、こんなことを言うとね、なんだ自分とか儲かりたいのかなんてね、やっぱ思われがちなんですけど、まあ私もね、13年か、このお店やってきてね、良かった時はありましたよ、確かに、ね。まあそれでもそんなおっぴらな贅沢をしてたわけじゃないですけど、まあ、正直今はね、まあ、いろんな各地の方がおっしゃるように、決して儲かってる、儲けたいからやってるというんではなくて、儲けたいからやってる方はもうね、とっくにやめられてます。今残ってる方はね、儲けたいからではなくて、純粋にラジコンが大好きで、ピュアにな気持ちを根底に持ちつつやってる方が本当に多いのは事実だと思います。まあ、自分をね、正当化とか、かっこよく見せてるわけじゃないですよ。まあ、これ事実ですね。清水さんもそうだと思います。で、これね、どういうことかというと、助かるというのは、まあ、今この時代ね、冒頭にあった流通の問題、結局、Amazon とかね、インターネット通販、まあ、インターネット通販はいいんですけど、海外から直接簡単にね、バスケットに入れて買えるじゃないですか。でこれをやるのは仕方ないって分かってるんです。まず大前提として、それは仕方ないです、だから流通の問題は変えれないって言ってるんですね。だからこそのお願いですよ。仕方ないけども、あえてラジコン屋さんね、日本全国のね、で買ってくれないかなって言ってくれてるんですね。まあね、皆さん買い物するときにね、少しでも安く、または手に入れないもの買いたい気持ちはすごく分かります。私もそうです。例えばね、まあ、今もうこの時代、もうインターネットで物を買うというのは全盛で、やはりいろんなこのラジコン業界だけじゃなく日本全体の流通ね、そしてこの運送屋さんのこの伸び率をもう見るに、もう正直もうヤマト運輸や佐川急便 JP なんかはもう一種のインフラと呼べるほどですね、これなくなったらもう生活困っちゃうっていうぐらいもう浸透してますんで、だからこれは止められないです。ただし、ここでね言いたいのが、まあ、私もそうです。私もまあね、できることなら無理は言えないけどお願いしたいのは、なるべくどうせ同じもの買えるならね、ラジコン屋さん、各日本各地のねラジコン屋さん、もしくは、販売店が母体でやっている、通販も含めて買っていただけるといいなと。これ、例えばアマゾンの仕組みがちょっとねいろいろ、まあ、あると思うんですけど、例えばそのアマゾン直販ではなくて、アマゾンの在庫ではなくて、例えばアマゾンに加盟している業者さん、これがラジコン業界の人ならいいんですよ。日本のね、日本のラジコン業界の方ならいいんですけど、まあ、実際、どこの国の方がやってるかわからない、もしくはラジコンに全く興味ない人がやっている、こういうところにね、でポチッと買われても、まあ還元は当然ね、この業界への還元っていうのはね、ないですよね。まあそれだけ今切迫してるっていうことですよ。でこのじゃあね、販売店とか、ラジコン屋さんで買うメリット何かあるのってお話になると、それはやはりね、まずラジコン屋さんの力が強くなります、ね。ラジコン屋さんの力が強くなればイベントしかり、販売力しかり、ね、いいスパイラルに持っていけるということですよ。でそしてイベントをするにしても、やはり、まあ、現実的なお話をすると、うちみたいなね、例えばラジコン屋さんがイベントを行うというのは、イベントで儲けようとしてるわけじゃないんです。むしろイベントは赤字の方が多いんですよ、ほぼほぼ。まあ、黒字だったとしてももうそれは微々たるものであって、基本的にイベントを行うことによって、それ以前のね練習であったり、販売を見越して、それを見越した上でね、行うということになるんですよね。ですので、結局、まあ、練習はともかく、買い物をね、この別に自分ところだけじゃなくてもね、少なくともこの日本のラジコン、屋さんで買っていただければ、それをまたね、次につなげる、この遊び場を提供できる、ショップを提供できる、販売店の力が強く守ることができると
いうことがちょっと長々とダラダラとねあっち話あっちこっちしましたけど、もうごめんなさいまとめる力下手くそでね、っていうことになりますね、こういうことが、まあ、言いたいということですね、まあ、一言では言ってますが、結局こういうことですね。で業界全体の意識としてプレイヤーを増やすことに最大限のエネルギーを使うべきですと。これはユーザーさんじゃなくてショップもしくは業界の方に言ってますね。メーカーもお店も少ないお客さんを奪い合っている状況では共倒れになってしまう可能性が非常に高いです、まあ、そうですね、まあ、結局今ねユーザーさん奪い合いというか結局ここでイベントしていると、ね、昔だったら例えばうち福井県なんですけど例えば同じようなねタミチャレなんかを石川県でやっていたら影響ありますよ。それはね今違うんですよ。今ね関東でやっているイベントが、関西のショップに影響を与えるという時代なんですよ。すごくないですか。結局それだけユーザーの数が減っているということですよね、そして、はい共倒れになってしまう可能性が非常に高いですと。路面店であれば路面店でしかできないことがあります。これは多分私に問いかけてますね。路面店であれば、まあ、結局なんだろう、ちょっと続けて後で考えてみようかな、はい、続きますね。プレイヤーを増やすためにはぜひ現在ラジコンを楽しんでおられる方のご協力が必要です、こういうことです。これはユーザーさんに問いかけてますね、語りかけてますね、そうですね。皆さんが一人ずつお客さんを連れてきていただければラジコン人口は一気に2倍になります。ものすごいシンプルで簡単そうですけど、まあ、難しいことはありますけど確かにそうですよね、まあ、単純にね、これが一番やっていた、もうこのねラジコンが大好きで、このラジコン、まあ、みんながみんなね別にこの業界のためにっていう動く必要はないと思うんですけども、もしね結構もう年齢もいっていて、自分が楽しむ場が欲しいなって思ってる方いたらね、このご意見賛同していただいてね、まあ1人、1名と言わずにでもね、10名に1人、ね、連れてきていただければね、単純に 1.1 倍、ね、増えるというすごい計算になりますよね。市場がそれだけ増えますよ。はい、続きます。ベテランの皆さんはできるだけ初心者の方に優しくしてあげてくださいと。早かったり知識があったりすることはすごいことではだとは思いますが偉くはありません、全くその通りだと思います、自分も初心者だった時期があることを思い出していただきできるだけラジコンを続けてもらえるよう接してあげてください。私もね、つい、昨日ですか、とあるメーカーさんとお話してね、全く同じようなことをこの方も言ってましたよね、まあ、とにかくね私もそうでした、お店始めた頃っていうのはね、まあ、頑張ってね、早くなってほしいと、お客さんにね、この方が早くなるためにはどうしたらいいかっていうだけを 100% 力を注いでいたんですが、近年はですね違いますよ。この方が少しでも長くラジコンをね続けていただけるにはどうしたらいいかっていうのをもう大前提として、接したり考えたりねさせていただいてますね。で、まあ、あのベテランさんはね、もうベテランさんってなると40以上も50とかいう方多いと思うんですけど、まあ、そういう方も年齢的にもねだいぶ、落ち着いてる方も多いですから、まあ、あの清水さんね、こういうおっしゃってますけども、きっと今ね皆さんそうしてくださってると思いますよ、続きますね。昔ラジコンをやっていて諸事情でできなくなった方も多いと思います。まだ興味がおありでしたらぜひお子さんを連れてサーキットやタミグラに見学に行ってみてくださいと。ラジコンカーは子供と大人が同条件で競争できる数少ない競技だと思います。そうですね、大人と接することで、お子さんの社会教育勉強にもなると思います。もう多少これ取ってつけられればあると思いますけど、まあ、確かに上層教育には非常にいいと思います、ちっちゃい、ね、小学生中学生の子で大人の社会に出入りしてね挨拶が本当しっかりできるようになったりということすごいたくさん、見てますし、これがね世の中社会に出てね、まあ、これ取ってつける部分はありますけど、まあ、これは要は損はしないということですね、本当に連れて行ってあげてください、私もそう思います、損はしませんよって清水さんなりにねおっしゃってくれてますね、私たちは私たちなりにラジコン人口を減らさない、可能であればもっと増やしていけるよう日々精進しているつもりです。同感です、私も本当微力ながらね精進しているつもりです、何か方法がないか、それが間違った方向であろうがとにかく何かねいい方向ないかなって
頑張っているつもりです、清水さんも熱い男なんでね、全く同感です、私たちの活動にね、共感していただけるな、応援ご支援いただければ幸いですということですね。もう最後にラジコンってめっちゃおもろいですからね、もっともっと頑張りますよ、今後ともよろしくお願いいたします。まあ、たまにねこういうことをね言い出すんですけども、まあ本当にね、非常にね私みたいなね、小売店、またメーカーの人にとって、そして業界の人にとってね、そしてユーザーさんに、皆さんに語りかけたこの文面ね、 Facebook とかやってなかったらきっと目を通されていないと思うのでね、これを思って何かね思うことがあればね、まあ一応ごめんなさいね、本当にこっちの立場でね言いたいことを言う部分もありますけども、もう言いたいことは、ご協力をお願いいたしますということです。私たち頑張ってますので、ユーザーさんに無理は言えないですけども、できる範囲のことをねやっていただけたら、こんな嬉しいことはないなというお話でした。まあだいぶ長くなってしまったのでね、今日はこのくらいでおしまいにしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。